アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年9月18日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 2022X リーグディビジョン3ウエスト第2節、その一戦になります。広島フォークス対クラブベアーズの一戦がまもなく行われます。試合開始15時ちょうどキックオフ予定です。現在両チームによるウォーミングアップが行われています。両チームのご紹介をいたします。本日手前側に陣取っております。チームカラーであるネイビーのユニフォームをまとっていますのが広島フォークス。1990年日本社会人アメリカンフットボール協会に加盟しました古豪のチームです。その所属地であります広島を拠点としており、アメリカンフットボールがなかなか普及しない地域にありながら、しかし中四国のその幼地である広島において長く活動を続け、中四国のアメリカンフットボール普及に図りつつ、現在 X2 昇格を目指して奮闘しております。対しましてバックスタンド側に本日は陣取っております、ホワイトのユニフォームをまとっていますのがクラブベアーズ。こちらも創部は1989年とその歴史を誇っておりますが、その当時はかつてマイカルベアーズと名乗り、関西のその強豪勢の一角として名を馳せたチームです。現在はその企業チームの形態からクラブチームの形態にチームを変え、スポンサー企業として株式会社ニータカ、朝日医業様をその参加に、支援のチームとして加え、チーム一丸となりその戦いに奮闘し X2 昇格を目指しております。この両雄による一戦が間もなく行われます。試合開始までしばらくお待ちください。令和4年9月18日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 2022X リーグディビジョン3ウエスト第2節、広島フォークス対クラブベアーズの一戦が行われます。試合開始15時キックオフ予定です。ただいま両チームによるコイントスが行われます。手前側に陣取っておりますネイビーのユニフォームをまとっておりますのが広島フォークス。奥側に陣取りましてホワイトのユニフォームをまとっていますのがクラブベアーズです。まず前半のコイン、選択権はベアーズとなりました。前半ベアーズレシーブ、はい、広島キックオフ、ベアーズリターンで試合が始まります。インサイドスポーツジャパン様、コメントありがとうございます。ベアーズの65番アシュリング・クリストファー選手、ダニアン・コルトン選手、注目したいと思います。本日の試合は1クォーター10分の正式計時で行います。まず試合は広島のキックオフで試合が始まります。キックオフキッカーは広島9番の選手が務めます。広島9番は酒井、島根大学出身のプレイヤー。
さあこれのリターンを務めますのはベアーズの82番が入っております。82番は寺崎、大阪体育大学出身のプレイヤー。寺崎リターン。このリターンはベアーズ陣25ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置からクラブベアーズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤードを前進し攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはクラブベアーズの攻撃です。クラブベアーズ自陣26ヤードからファーストダウンテン、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には10ヤードの前進が必要。まずはパスプレーでした。アメリカンフットボールは攻撃の開始地点から一度だけ後方より一度前に投げることが許されています。この権利を使ってまず前へのパスプレーを転じましたが、しかしこれはレシーバーカバーされておりパス不成功となりました。パス失敗ですと元の地点に戻り次の攻撃に変わります。したがってベアーズセカンドダウンの攻撃に入ります。クラブベアーズ自陣26ヤードからセカンドダウン点、2回目の攻撃です。攻撃権更新には10ヤードの前進が必要。さあ今度はランニングバックに出せまして中央へのランプレーでした。隠されましたキャリア45番、中央を突破しようとしましたが、しかしディフェンス陣の集まりよくゲインは1ヤードにとどまっています。ボールを持った選手が倒れたまでの前進距離という形で次の攻撃に変わります。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退と表現、後退をロスと表現します。先ほどのランプレーによるゲインは1ヤード、したがってクラブベアーズサードダウン9、3回目の攻撃、残り攻撃圏距離は9ヤード。この状況を果たして打開できるでしょうか、クラブベアーズ。パス成功。さあそこから粘る。しかしこれは止められる。ここでベアーズパスプレーを投じ、ワイドレシーバー82番の寺崎がキャッチ。キャッチアンドランで攻撃権更新を図りましたが、しかしこれは広島39番が見事なタックルで止めました。タックルしました広島ホークスの39番は竹之内、関西大学出身の、カムバックプレイヤーです。さあクラブベアーズフォースダウン最後の攻撃になりますが、ここでフォーメーションを変えましてパントフォーメーションを取りました。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。このパントは広島陣40ヤード付近を超えたところでボールデッドとなりました。この位置での攻守交代です。パントは攻撃権放棄となりますが、しかし必然的にその距離を挽回することができます。クラブベアーズまずここは陣地挽回をすることによって相手に攻撃を譲渡する形を選択しました。これにより攻守交代となります。今度は広島ホークスの攻撃となります。スカイゲーミング様コメントありがとうございます。そうですね、ベアーズ先ほどメンバー表を見ましたら外国人選手、先ほど挙げられましたアシュリンス選手、そしてラニアン選手が入っておりました。さあクラブベアーズ失礼しました広島ホークスのファーストダウンテン、まずパスプレーに入ります。このパス通りまして約5ヤードのゲイン。まず広島ホークスもパスプレーから入りました。このパスはしかし広島見事に8番がキャッチし約6ヤードのゲインとなっています。パスを取りましたワイドレシーバー8番はサコン、立命館大学出身。広島ホークスセカンドダウン2、失礼セカンドダウン4、2回目の攻撃で攻撃権更新、残り距離4ヤード。今度は中央へのランプレーを選択しました。
ランニング枠にボールを託し中央突破を図ります。キャリア21番密集点をつきまして約4ヤードのゲインとなっていますが、攻撃権更新になりましたでしょうか。攻撃権更新です。ファースター、広島最初の開始点から10ヤード前進することにより攻撃権を1回目に更新しました。見事なランプレーを見せましたのは広島ランニングバックの21番岩田、立教大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃権更新になりました。広島ホークス自陣49ヤードからファーストダウンテン、このパスは成功。ここで広島クォーターバック18番ロングパスによって一気に前進を図りました。しかしこれはベアーズのディフェンス陣集まりよくパス不成功で攻撃権を一つ喪失しセカンドダウンに変わります。さあ広島ホークスセカンドダウン10の状況に入ります。ボールオンは自陣49ヤード。さあ再びパスプレー、しかしこのパスはカバーされパス不成功。クォーターバック18番ここでパスを続けます。ターゲットは1番でしたがこれもパスカバーされておりパス不成功に終わりました。ダウン進みましてサードダウン3回目の攻撃に入ります。インサイドスポーツ様コメントありがとうございます。ランヤン選手大相撲の出身経験があるんですね。ならば対面の勝負においても非常に力強いものを感じることができるかもしれません。さあ広島これにこうすることができるか。サードダウンの状況に入ります。さあここでパスは果たして通りましたでしょうか。パスは成功しております。クォーターバック18番三度のパスプレー、ターゲットは9番、これを見事に低いボールでしたがキャッチしまして攻撃権更新としました。広島ファースト、見事なパスキャッチを決めましたのは広島バイオレシーバー9番酒井、島根大学出身。さあこれにより広島相手陣に入りました。相手陣40ヤードからのファーストアウト、攻撃権更新には10ヤード、そして得点になりますエンドゾーンまで40ヤードの地点に入っています。さあここでランプレーを展開しようとします。ランニングバックに託し中越えのランプレー、キャリアは39番、しかしこれはベアーズのディフェンス集まりよくゲイン1ヤードに留めています。広島の39番は竹内、関西大学出身。広島相手陣39ヤードからセカンドダウンない2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には9ヤードの前進が必要。そしてキャッチャーバーファーストダウン、広島ここでクォーターバック18番ワイドレシーバー9番へパス、9番競り合いながらこれをキャッチし、さらにキャッチアンドランで大きく前進ファーストダウン、見事なパスキャッチ決めましたのはワイドレシーバー9番の酒井、島根大学出身。そして鮮やかなパスプレーを見せておりますクォーターバック18番は港谷、京都外国大学出身のプレイヤーです。ここでホイッスル、ここで審判によるウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは熱中症対策で審判の判断によりクォーターの半分でタイムアウトを取ることが許されています。本日は台風の影響による気温の高騰があり、その湿度もありまして熱中症対策としてクォーターの半分でウォーターブレイクが入る形になっています。さあまず序盤の状況は広島ホークスが順調にオフェンスを展開し相手陣深くに入った状況になっています。
広島はこのまま勢いに乗りまして得点に結びつけることができるでしょうか。はたまたクラブベアーズがここで起死回生のビッグプレーでこの攻撃を止めることができるでしょうか。このウォーターブレイク、水入りが果たしてどのように作用するか注目しましょう。なお現在ディフェンスの方に先ほどから注目を集めておりますクラブベアーズの65番アシュリング選手、そして77番コルトン・ラニアン選手もディフェンスのフロントに入っています。さあ試合再開となります。さあ広島まずここでパスプレー、そしてこのパスが通りました、タッチダウン。なんと広島ここをワンプレーでタッチダウン通しました。クォーターバック18番ワイドレシーバー1番にパス、1番見事にノーマークになってこれをキャッチし、そのままエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。広島ホークス6点獲得。見事なパスを投じましたクォーターバック18番は港谷、京都外国大学出身。取りましたワイドレシーバー1番は1位、神戸大学出身のルーキープレイヤーです。そして広島トライ4ポイント、タッチアウトの後のワンプレーキックで狙います。これをキッカーの酒井見事に決めまして1点追加。広島ホークス7点、クラブベアーズ0点。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が加点します。さらにタッチダウンの後にはもうワンプレーのボーナスプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点となります。したがってアメリカンフットボールの得点方法はワンプレーですと2点、3点、6点、7点、8点となり、2の倍数、3の倍数、7の倍数の加点方式となり、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。さあ試合は先ほど得点を挙げた広島ホークスのキックオフで再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開となります。必然的に攻撃権は相手の得点された側に譲渡されるという形になっています。さあその権利を取りましてベアーズリターンします。これを広島は見事なタックルに止めまして39番のタックルによりベアーズ陣25ヤード付近でボールデッドとなりました。広島ホークス39番竹内、序盤から見事なプレーを続けております。さあしかし攻撃権を得ましたクラブベアーズ、先ほどの失点を取り返すことができるでしょうか。反撃を期待したいこの攻撃となります。クラブベアーズ陣25ヤードからファーストダウンプレー、1回目の攻撃に入ります。パス不成功。クォーターバック3番右に流れながらワイドレシーバー、失礼タイトエンド85番にパスを投じましたが、このパスはディフェンスにカバーされておりパス不成功に終わりました。ダウン進んでセカンドダウンに変わります。クラブベアーズ自陣25ヤードからセカンドダウン点、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、残り距離は10ヤード。さあ今度は中衛のランプレー、託されましたキャリアの28番左オフタックル付近を突き約5ヤードのゲインとしています。ランプレーを決めましたランニングバック28番、失礼しました、登録の確認ができておりませんので後ほど見ます。26番の真当たりでした。さあそしてクラブベアーズサードダウン5、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、残り距離は5ヤード、ボールオン自陣30ヤード。さあここでランプレーで突破を図る。クラブベアーズファーストダウン、攻撃権更新となりました。クラブベアーズここでランプレーを重ねまして攻撃権更新し、まず攻撃のリズムを取ります。
そして1回目の攻撃に戻してクラブベアーズ自陣36ヤードからファーストアンテ。ここでロングパスを投じましたが、しかしパス不成功。クォーターバックサムアン、ここで裏をつくようにロングパスを投じました。ターゲットは82番、しかしカバーされていたためパスは不成功に終わりました。ダウン進んでセカンドダウンに変わります。クラブベアーズ自陣36ヤードからセカンドダウン点、2回目の攻撃に入ります。さあ今度は先ほどから好調のランプレーにその展開を託しました。キャリア36番、密集点をつき約4ヤードのゲインとしています。キャリア36番は佐藤、天理大学出身。さあクラブベアーズサーダン6、ボールオン自陣40ヤード。キュービーサーク。クォーターバック3番、ここでパスを投じようとしましたが、これを広島57番がキュービーサーク。パスを投じる前に仕留めました。これにより大きく交代となります。見事なクォーターバックサックを決めましたのは、広島ホークス57番の手塚、広島大学出身のルーキープレイヤーでした。クラブベアーズ下げられまして、フォースダウン10、パンプフォーメーションを選択します。さあ広島、これはフェアキャッチ、リターンしません。自陣30ヤード付近での攻守交代としました。クラブベアーズ、この反撃を期待したこの攻撃シリーズは残念ながらパントに終わりました。ディフェンスにおいてそのチャンスを見出すことができるでしょうか。逆にこれを封じました広島、さらに突き放す形でこの攻撃を見逃せることができるでしょうか。広島自陣31ヤードからファーストアウンテ。不成功。ここでクォーターバック18番、ワイドレシーバー1番へのパスを投じましたが、このパスはキャッチできず、パス不成功に終わりました。レフリータイムアウト、広島の1番ヘルメットオフです。広島ホークス自陣31ヤードからセカンドダウン点、2回目の攻撃に入ります。さあ再びパスプレー、しかしこのパスも不成功。今度はターゲット81番に変えまして、そこへのパスでしたが、これはベアーズのディフェンス集まりよく、パス不成功に終わりました。ダウン進んでサードダウン、3回目の攻撃に入ります。広島自陣31ヤードからサードアンテ、3回目の攻撃です。攻撃権残り回数2回、攻撃権更新残り10ヤードの状況、果たしてどのようなプレーを選択するでしょうか。さあクォーターバック下がります。そして流れて投じました。パス不成功。クォーターバック18番、プレッシャーかわしながら左に流れて2パス、これをワイドレシーバー10番に投じましたが、10番これをキャッチミス、パス不成功によりフォースダウンと変わります。近
かしクォーターバック18番港に見事な判断によるパスでした。広島自陣31ヤードからフォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。広島の陣地挽回を図らんとここでパントフォーメーションを取りました。パンターは1番の市井が務めます。このパントはしかしそれほどの陣地を返すことができず、ベアーズ陣40ヤード付近でボールデッドとなりました。この時点での攻守交代となります。スカイゲーム様コメントありがとうございます。ぜひ両チームの奮闘ぶりに期待しつつ応援メッセージをまたお願いしたいと思います。さあ攻守変わりましてクラブベアーズのファーストダウンテン、パス不成功。クォーターバック3番右にスプリントアウトし、ワイドレシーバー13倍のパスを投じましたがコントロールミスしパス不成功に終わっています。クラブベアーズクォーターバック3番は吉田、江南大学出身。先ほどのパントほとんど返っていなかったが相手陣45ヤードの地点となっています。この絶好のポジションを生かせるでしょうか。クラブベアーズセカンドダウンテン、さあ今度は持たせます。中央へのランプレー、キャリア45番に託し左オフタックル付近をつきました。ランプレーによるゲインは約3ヤード。キャリア45番は川端、北大津高校出身のプレイヤーです。さあクラブベアーズ相手陣42ヤードからサードダウン7、攻撃権更新なるでしょうか。攻撃権更新の残り距離は7ヤード。ここでホイッスル。チームタイムアウト。クラブベアーズ。前半1回目です。クラブベアーズ、ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。まず広島が順調に最初のドライブ攻撃シリーズを展開し先制のタッチダウンを上げる形でこの試合は動きました。しかし今現在クラブベアーズがその反撃となる攻撃シリーズを展開しています。相手陣に入ったところのこの絶好のポジションを生かすことができるでしょうか。この作戦を取りましたタイムアウトにどのような施策があるか注目しましょう。さあクラブベアーズ前半1回目のタイムアウトを取りました。ボールオン相手陣42ヤードの絶好のポジションでのサードダウン7、このタイムアウトの上にどのようなプレーを展開するか。さあフォーメーションを確認します。ショットガンフォーメーション、そして右に3枚のレシーバーを並べました。さあここでクォーターバック3番 QB ドロー、パスに見せかけ自ら遅いタイミングのランプレーを展開しました。パスと備えてその裏を突くように自らのランで突破を図りましたがしかし攻撃権更新には至っていません。フォースダウンと変わります。キャリアとなりましたクォーターバック3番は吉田、江南大学出身のプレイヤーでした。クラブウェアーズフォースダウン2、パントフォーメーションを選択します。ボールオン相手陣37ヤード。コントロールよく広島陣10ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。
クォーター終了です。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、広島ホークス7点、クラブベアーズ0点、広島ホークスワンタッチダウンリードという形で攻守方向を入れ替わります。